防衛省無人機で極超速兵器を探知し迎撃へ。産経新聞によりますと、防衛省が既存のミサイル防衛システムでは対処が難しいとされている極超速兵器などを探知、追尾するため、日本海などの上空に多数の対空型無人機を常に展開する構想を検討していることが明らかになりました。こちら、長時間飛行が可能な無人機で数機から 数十機のチームを編成し、日本海や東中海ごとの地域に展開します。搭載された小型の赤外線センサーで上空から監視をし、得られた情報を使ってイージス艦などが迎撃する形になりますが、こちら技術的には可能であり、すでに防衛省は2波長赤外線センサーなどを開発しておりますので、まあ、こういったセンサーを応用すれば、監視・探知システムは 構築できるものと思われます。まあ現状ですね、まあ、ロシア・ウクライナ戦争を見ますと大量のミサイル攻撃が行われておりますので、日本の戦争においても、ならずもの国家からミサイルですとか、極超音速兵器が日本に向かって大量に発射されるものと思われます。まあそういった際に、まずは敵の兵器、ミサイルがどこを飛んでいるのか、把握できなければ迎撃も難しくなりますので、 日本政府にはこのようなシステムの構築を急いでいただき、またアメリカ政府が計画している人工衛星を使った極超音速兵器などの探知システムに関しても日本として参加をし、しっかりと国民の皆様をならずもの国家の脅威から守れる体制を速やかに構築していただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。